平成22年12月6日月曜日、総理大臣官邸で記者会見を行いました。7日火曜日、総理大臣官邸で NPO 議員連盟共同代表の江田参議院議員他による表敬を受けました。8日水曜日、総理大臣官邸でボリビアのモラレス大統領と会談を行い、その後外国当局間の政策協議に関する覚書の署名式に立ち会い、続いて日本ボリビア共同声明の署名式に臨みました。9日木曜日、総理大臣官邸で予算編成に関する閣僚委員会を開催し、平成23年度予算編成の基本方針の骨子について話し合われました。今回の予算、いよいよあと2週間余りで来年度予算をほぼ固めなければならない重要な時期に来ております。そういった意味で成長と雇用ということを一つの柱にして、そして日本がそうした元気を取り戻すと同時に、そういう世界のそういった国々と共に成長し、そして科学技術を共に発展させていくという、そういう元気のいい日本にまさに立て直す大きなきっかけとして、来年度の予算編成に最終的に当たっていただきたい、このように思っています。その後、JAXA 宇宙航空研究開発機構の川口淳一郎教授他による表敬を受けました。続いてロシアのナルイシュキン大統領府長官の表敬を受けました。10日金曜日、総理大臣官邸で第94回となる総合科学技術会議を開催しました。続いて第2回となる政府与党社会保障改革検討本部を開催しました。今日基本的にお求めいただいた社会保障と、そして、税制のあり方を含めたこの考え方について、これまで幾多の政権の中でなかなか越えられなかった大きな課題でありますけれども、何としてもこの課題を取り組み、そして越えていく、そのことのまず基礎をお作りいただいたと思っております。それと同時に、これまた言うまでもありません、社会保障については一つの党だけの力で大きな課題を超えることは大変困難であります。一つの方向性は固まりましたけれども、ある意味ではこれからが正念場と思っておりますので、さらにこの改革本部としての一層の取り組みを心からお願いをして挨拶をさせていただきます。その後、都内のホテルで開催された拉致被害者ご家族との懇談に出席し挨拶しました。11日土曜日、生活困窮者支援対策の現状を把握するため、東京都内のコンビニエンスストア、ネットカフェおよびハローワークを視察しました。ハローワークでは相談状況や就職支援セミナーの実施状況などを視察した後、利用者などと意見交換を行いました。12日日曜日、米生産農家の現状を把握するため山形県を訪問しました。水田、米低温倉庫、精米施設などを視察した後、農業関係者と意見交換を行いました。